エントリーナンバー6番、早稲田大学本庄高等学院傍観者革命。皆さん、いじめがどうやって認知されたかについて考えたことはありますか？いじめそのものについて考えることはよくあっても、どう認知されたかってなかなか考えることないですよね。ではスライドのグラフをご覧ください。これは過去3年間のいじめの認知についてのグラフです。いじめは最近どんどん減少していますが、子どもからの訴えによって認知される割合はどんどん減っていっています。これがなぜ問題なのかというと、例えば大人の目が届かない SNS によるいじめの増加、そして見て見ぬふりをすることが自らの安全につながるという考えが生まれてしまう。さらに学校はいじめを隠そうとしますが、生徒には行動する主体性がないため、それを解決することが困難であるというものがあります。その結果、見て見ぬふりをしてしまう傍観社会が生まれてしまっています。ではそもそも傍観者とは何なのでしょうか？例えば傍観者でいた場合、個人で見ると新たないじめのターゲットにならないという利点があります。しかし個人ではなく集団において見てみると、見て見ぬふりをすることでいじめを幇助し、いじめを深刻化してしまうかもしれません。だからこそ新たないじめのターゲットになる危険を顧みず、勇気を出して傍観をやめることがいじめの深刻化を防ぎます。そこで私たちが提案するのは傍観者革命です。では傍観者革命とは何なのか。それは生徒が主体的にいじめを減らしていけるようになる教育ゲームです。なぜいじめをなくすではなく減らすという表現にしているのか。それは私たちが現状ではいじめをなくすことは困難、不可能に近いと考えているからです。しかしいじめが起きても周囲の力を集め結託することでいじめを抑え込み、深刻化を防ぐことができるでしょう。そしていじめが解決した後には、被害者だけでなく加害者のケアを行うことで加害者が被害者になることも防げます。傍観者革命は傍観者がいなくなることでいじめに対抗する意識を持たせる、そして深刻化を防ぎます。もちろんこのようないじめ対策プログラムを開発しているのは私たちだけではありません。私たちがこの傍観者革命を作り上げていく中で、フィンランド発祥プログラム牙の存在を知りました。この牙とは傍観者革命と同じく傍観者目線でいじめを対策していく教育プログラムです。しかし私たちの傍観者革命とは3つの大きな違いがあります。牙はいじめに対する傍観者の反応を重視しますが、傍観者革命では傍観者の行動を重視する点。牙の目的はいじめをなくす雰囲気を間接的に作り出すことですが、傍観者革命では生徒自ら主体的に行動し、自らいじめを止めに行けるようなことを作るのが目的です。さらに牙はコンピューターを使って行うプログラムなので環境を選びますが、私たちの傍観者革命はカードなので環境を選びません。以上の3つが大きな違いとなります。ただこのプログラムの対象となる小学生は、何か利点がないとモチベーションが続かない、飽きてしまうと考えました。そこでモチベーションの向上としてクラス対抗戦を行ったり、クラス内でポイントを競ったりし表彰などを与えます。そうすることで真面目にプログラムに取り組むことができます。さらにチームを組むことで傍観者を辞めることのデメリットをなくす結託システムを導入することで、集団で対抗するという手段を理解できるようになります。まず教員が意思決定表を1人1枚配布します。この時生徒はパーソナルポイントというものを10ポイント持っています。配り終わったらゲームスタートです。ゲームが始まったら教室内を自由に歩き回り、クラスメイトと結託の相談や考えを共有します。その後自席につき、他人に自分の意思決定がバレないように意思決定表に自分の意思を記入します。そして先生が意思決定表を回収し、集計後傍観者、正義の味方、除外者の数を発表します。これを4回繰り返し、4回目終了時点で点数の計測を行い、勝敗の判定を行います。勝利条件は先生が選択した加害者の数よりも
正義の味方の数が第4ピリオドまでに上回れば生徒側の勝利となります。先ほど申し上げた通り、傍観者革命ではカードを使ってゲームを進めていきます。スライドをご覧ください。これらが傍観者革命で使うカードです。加害者カード、被害者カードはゲームの最中目立つところに置いておくだけのものとなっており、生徒が使うことはありません。これは過去に行われたオックスフォード監獄実験の反省も踏まえています。実際に生徒が使うカードは両面の傍観者、正義の味方カードです。このカードは最初は表面である傍観者カードで使い、意思決定によっては正義の味方側に裏返すことができます。今スライドに映っているのが意思決定表のイメージとなります。ここに生徒がどちらかに丸を書き込み提出することで意思決定となります。意思の種類としては2つあり、1つは何もしない、傍観者の立場のままでいることで5ポイント獲得できます。2つ目は行動を起こし正義の味方への一歩を踏み出すことです。この場合成功確率が4分の1です。失敗した場合はゲームから除外され5ポイント減少してしまいます。しかしながら先ほどの結託システムを使えば成功の確率が上がる上にポイントの減少も防ぐことができます。そして成功した場合10ポイント獲得でき、傍観者カードをひっくり返して正義の味方になることができます。そしてこの意思決定表にはなぜその行動を取ったのかを記入する欄があり、先生も生徒の行動パターンや思考が把握できるようになっています。今の社会ではいじめが深刻化し、多くの子どもが当たり前の日々を過ごすことが困難となっています。当たり前じゃない今、当たり前に変えられるのはこの傍観者革命です。以上で私たちの提案を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答です。はい、あ、落合先生お願いします。これいじめはなんでいけないんですか？いじめが起こることによってその被害者は受けられる権、教育を受けられる権利があるんですけど、それを学校に来れないなどの自由によって阻害されたり剥奪されたり、そういうことがあるのでいじめはいけないことだと思います。なんで被害者が生じるんですか？先生もう一度お願いします。なんで被害者が生じてるんですか？なんでいじめが起こると思いますか？傍観者がいることって、なんで傍観者がいるんですか？それはどういうフレームでそうなってるの？そうですね、やはり小学生を対象にしたということで、とりあえず大丈夫ですか、話の前提として、はい、やはり小学生というのは違いを気にするものだと思っています。僕もやっぱり小学生の頃、A 君と B 君、こういうの違うなとか、僕と丸々君違うなとか、その違いを分かりました。じゃあ、評価基準が学校にあることと、はい、いじめがあることが関係してるっていうのをよく分かる。どう思いますか？それはなんで学校でその評価基準があるんですか？なんでみんなと違うって何ですか？そうですね、違う、具体的にで大丈夫でしょうか？はい、例えば A 君なんか、例えば私服の学校だとしますね、小学生なので、うん、A 君なんか男なのにそういうの着てるからなんか変だしいじめようぜみたいな、そういうのがいじめのものとなる。なんで変だといじめるんですか？そういう意識があるからだと思ってます。なるほど。じゃあもう最後にちょっと聞きたいんですけど、正義の味方って書いてある正義って何ですか？正義ですか、はい、ここで言う正義は傍観者でないことだ。つまりいじめが起こっている状況下において、それを自分だけが安全な状況にいるのではなく、主体的に行動することによって、いじめをなくしていこうという、そういう考えを持っている人を、ここでは正義と定義しています。なんか僕が聞いてて思ったのは、自己に主体的な基準がない人々が他人が定めた基準の中で弱者から何かを総取りしようとするからいじめが発生すると僕は思っているんですけど、それは学校にルールがあるから、でそのルールを誰が決めたかっていうと、主体的にいる学生ではなくて教員が決めてるからだと僕は思っていて、その辺の考え方を、じゃあそれは正義っていうのは誰が執行するのかとかは、なんかもうちょっとルールの枠組みを広めた方がいいんじゃないかなと僕は思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。奥平先生いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。今の先生のあれとちょっと違うのかもしれませんけど、その、今傍観者ということでね、周りの人間に、はい、少しスポット当ててその対策となったんですけども、はい、そのじゃあやはりいじめがなぜ起こるかというところといいますかね、いじめる人間のその気持ちの部分とか、その部分というのにはもう対策はないというか、お考えですか？ですね、今はこれなんですけど、そのなんか一つの対策方法で全てにマッチするというのはなかなか難しいと考えたので、今は本当に傍観者だけに焦点を当てているので、その違うことについては現段階ではまだ考えられていません。
だからいじめはなくならないと言われたことのところに多分問題の本質がありそうな気もするんですよね、はい、なぜなくならないのかというところをむしろそちらの方にちょっと向けてみるっていうのも良かったんじゃないかなと気がしますけどね。牧田先生、実際に作って実験してみようとは思いませんでしたか？これはすごい個人的なことになるんですけど大丈夫かな。我々と彼ら2人も昨日まで修学旅行1週間行っており海外に、そういう個人事情のもあって1ヶ月間ほとんど何もできずにいた状況なんですけど、で僕が行動した中でカードとかは実際に作り、僕の母校私立なんですけどそこの高校にちょっと学校にお願いして実験とか道徳の時間をもらえないかという交渉はしたんですが、やはりなかなか難しい、僕一人で行動となると難しい点があったのでそれを試みたんですが実現することはできませんでした。その点は至らなかったと思っています。はい、あ、惜しかったですけどぜひ続けていただきたいなと思って、ぜひやりたいと思っています、ね、報告また聞きたいです。ありがとうございます。はい、はいはい、ありがとうございました。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。